はい、テザ放送哲夫です。お疲れ様でございます。えー、本日もやっていこうかなと、えー、思っております。はい、気合い入れてやりますよ。 はいえー、ということでですね、今日は、えー、と割と僕に対しての、えー、と質問が多いこと、えーとまあ、コメント欄とか、まあ、DM もそうなんですけどね、えーまあ、一挙に答えてしまおうかなと思いますね。えー、今更聞けないシリーズではありません。えーまあ、再生回数が回らないからしないとかそういうことではないんですけれども、えー、今日はちょっとですね、あ,のある一定、まあ、毎回結構な頻度で来るコメントに対してお答えしようかなと、えー、思っております。それは 何かというとですね、えっ、ー、と今から運送会社に転職できますかっていう質問が、えー、結構な頻度で来ます。えー、毎週えっ、ー、と一通二通は必ず来る。そして、えー、まああの結構コンスタントに僕のところに、えー、疑問質問来るっていう感じですね。えー、例えば、えー、今50歳なんですけれども運送会社に転職できますかとかですね、えー。未経験で免許を取ったばっかりなんですけど転職できますか。えー、もしくはあの免許を持ってない ないんでですけど運送会社転職できわりか,か,、ねえー、かし、えー、と未経験だったり免許持ってなかったり、えー、あとはもう年が結構いってるけどそれでも今から転職可能ですかと、えー、こういうご質問が結構な頻度でたくさん来ます。 えー、昔から結構たくさん来る、えー、質問ですね、えー。ライブなんかでは結構お答えしていると思いますけれども、今日はそちらのご質問に、えー、お答えするような感じの動画にしたいなと、えー、思っております。よろしくお願いします。はい。えー、ということでですね、ズバッと言うと、えー、運送会社に転職は可能です。 はい、あの問題ないと思いますね、えー、ただあのお住まいの地域がどこだか分かんないので、えー、例えばすごい田舎、えー、地方の方例えば青森とか、えー、まあちょっと青森をディスるわけじゃないんですけどあのー、すごい地方の方だと運送会社自体がそれほどないっていうパターンもあるかもしれません、えー、なのでちょっとそこら辺は分からないんですけどある程度の都市部であれば、えー、いくらか、えーとまあ、年齢がいってるとかあとは未経験だったりとか、えー、免許 が持ってないとか、えー、そういうんでもえっ、ー、とある程度転職は効くんじゃないかなと僕自身は思っております。ただ、えー、ただですね、えー、年齢がいってらっしゃる方に関しては大手は無理です。はいもうこれはもうはっきりえっ、ー、と確実に断言させてもらいます。50過ぎたら えそうですね。感覚としては55過ぎたら、えっ、ー、と、ほぼ100%大手は無理かなと思います。それでもまあ、取ってくれるところはあるとは思いますけれども、えー、大手というのは、例えば、誰もが知っている大手、えー、街を歩けば、えっ、ー、と、大体目につくあの大手ですね、えー、は、大体ちょっと無理かなと思います。これやっぱりですね、大手は若者を求めております。そして、えっ、ー、と、長く働いてくれる人を重宝 する、えー、感じのシステムスタイルになってるので、えー、と年いってから大手に就職したい運送会社の大手に就職したいと思うのは、えー、結構無理があると思われますね。えー、そして大手の仕事っていうのは、えー、と割かし、まあ、あのその仕事の内容にもよりますけれども、えー、結構あの手作業手摘み手おろしが多かったりとか、えー、割かしあのきつい仕事やってる大手さん結構たくさんありますので、えー、そこから言っても体力的に今から未経験 返事はちょっとときついかなと思われますねただ運送会社トラックの仕事に就けますかというご質問に関しては間違いなく大丈夫ですよと僕は毎回お答えしております。例えば えー、まあ50歳。えー、50歳ぐらいだったら、定年が60歳だとして、えー、あと、まああの、ざっくり10年働けるわけじゃないですか。えー、まあざっくり10年働けるとなると、会社にとっては、あの、メリットはあると、僕自身は思ってます。えー、トラックの仕事、まあだいたい4トン車、まあ大型、どっちでもいいんですけど、月に売上百100万上げたとします。えー、月に売上百100万上げれば、年間で1200万、10年間で1億以上の売上を上げることができる。えー、まあ定年 まで1億以上の売り上げ、えー、見込めるとなれば別に取っても損はないであの企業側は考えるかなとえー、そして今は若者で結構あの運転手の慣れ手が少なくなってます人手不足の会社結構多いですえー、なのでですねあの意欲があれば50歳、えー、55歳ぐらいでもえー、まああの大手はさすがに無理だとしてもえー、と個人中小えー、まあ順応店ぐらいえー、だったらもう全然問題なく取ってもらえるんじゃないかなと思うのでえー、就職できますかという質問にか 関してはは、えー、大丈夫じゃなないいかなと、えー、個人的には思いますそして未経験の方であったりあとあの免許を持ってないとかあのそういう方でも運送会社、えー、就職できますかっていうご質問結構来るんですけれどもあのこれに関してはあの年が若ければ、えー、と免許を今から取るであったり仕事を覚えるのも容易ですし、えー、そこから例えば30歳とか40歳の方だったら、えー、と20年、えー、会社であ仕事をすることができ ます。えまあさっきの理論で言うと50歳の人の倍稼ぐことができますので企業側にとってはもう全然メリットがあるっていう感じになりますのでえまあ40歳ぐらいまでだったらもう全然就職には困らないんじゃないかなと思いますね。そして運送会社って意外とあの若い人嫌う傾向が昔はあったんですよね。えこれどういうことかというと若い人うんと免許を取ったばっかりであったりえまあやっぱり若い人だとあの飛ばすスペース スピード出すとか、あの運転が荒っぽかったりとか、えーまあ、精神的に安定してないと見なされた、えー、時期が僕らは若い頃結構ありまして、えー、なので僕ら20代の頃って意外とあの落とされることってよくあったんですよ。えー、つまりやっぱり運送会社ってあの昔はですね、人が余ってて、あの取りたい放題だったので、えー、こう運転が荒っぽかったりスピード出したりするような若い人よりも、えー、30代ぐらいの,あの結婚して子供もいてある程度落ち着いた人を取 取りたいといとう傾向が結構昔はよよくあったたんですよねただ今は人手不足でそんなこと言ってられないっていうのとあとはまあ若い人来てくれないので若い人が来るとあの結構嬉しいみたいなのがあって若きは若い方がいいみたいなそういう傾向もありますけれども運送会社で一番喜ばれるのは大体いい結婚してて落ち着いてる30代ぐらい30から40ぐらいの人そしてまあ1社か2社ぐらい行ってあの結構仕事トラックも乗れますよ段取りも分かってます とえー、で人間関係もあのうまく、えー、こなせますよみたいなそのぐらいの、えー、と人がですね運送会社では一番重宝される人材でありました、えー、それは今も、えー、とおそらく変わってないと思います、えー、若い人でも、えー、と喜ばれるっていうことになりましたけれども30から40ぐらいの、えーとまあ、若者から出した落ち着いた大人が一番、えー、運送屋としては好まれますので、えー、そこで、まあ、未経験だったり免許持ってないと言ってもですねあのそれなりに、えー、と就職はっ わんななないいじゃかなと運送屋に限っては、えー、とそうだと僕は思います、えー、そしてまあ免許の,あの運転支援制度がある会社であったり、えー、まああの2トンから4トン大型と、まあ、全て揃っている会社さんに行けばですね、えー、割とまあ自分がこうスキルアップした、えー、と免許取ったとか、えー、それに合わせてだんだんとこうあの給料のいい仕事だったり車だったり、えー、乗せてもらえることもまた可能であります、えー、のでそういう会社を選んでいくこともまたあのいいんじゃないかなと思いますね、えー、やっぱりあの2トン しか持ってないとか、その二等車に特化した仕事しか持ってないと、あの自分がこうスキルアップした免許取ったってなったときに、またこう就職し直さなきゃいけない、転職しなきゃいけないので、えー、それはまあ、あの運転手としては別に普通だと思います、えー、けれども、やっぱりあの転職するっていうのはパワーもいりますし、今までお世話になった会社にちょっと辞めるっていうのも気まずいかもしれません。えー、なので、わりかしですね、年がいってから就職活動をするときはですね、えー、まあ、あの先を見据えて、まあ、2トン、4トン、 大型、トレーーラまで持ありかしこう何にでも対応できる会社に入るのがえっとベターかなと個人的には思っておりますそしてですねまあ年がいった人年がいった人はやっぱりそれなりにやっぱり年齢で切られちゃうっていうパターンがあるのでやっぱりですね社で長く、もうあの、 なんですかね、取ってくれる会社で長くいるっていうパターンになると思うんですけれども、えー、その場合はやっぱり体に負担のない少ない仕事を選ぶのがいいかなと、えー、個人的には思いますあのバラ積みバラ卸みたいな仕事はですね、えー、やっぱり若干若い人たちの仕事かなとあの若いうちから手積み手卸ずっとやっていて50歳になったんだったらあのそれは全然問題ないんですよあの例えばもう本当にで,でっかいコーヒー豆の麻袋とかねああいうのもうすごい重量 3 0キロも4 0キロもあるような鍵詰めで引っ掛けて積むみたいなあのそういう仕事はいきなり50歳で未経験だとできないですこれもはっきり言っていいあの根性とか気合とかそういうものではなくあの体の作りがそうなってないすでに、えー、なのでもうできないと思ってください、えー、もうあの俺はもう何でもやるしかないんだっていう人いますけれども何でもやるしかないのとできるのかできないのかはまた別な話なので、えー、なるべくそういう場合は体に負担の少ない仕事を選んでいただきたい、えー、まあ年 行ってからまあ50歳、えー、超えてから、えー、就職活動する、うんであれば、えー、なるべく手積み手下ろしのない仕事、えー、これ何かといえばですね例えばあのバラセメント、えー、のローリー えー、そういう仕事、まああの、機械で下ろしますのでね、えー、バラセメントローリーなんかは大体あの60でも70でもできる仕事です、えー。なのでそういうのを選んでいただくとか、あのバラセメントローリーって結構、あのこうまあまあ、だん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 こう下に降りていって、えーとまあ、個人でやっているところもあれば、あの超大手の一次下請け、そしてその二次下請けみたいな、あの結構下に降りていけばいくほどですね、ルールも緩くなりますので、年傘の人でも取ってもらえるパターンもあります。えー、それとあとあはですね、えーと都市 えー、結構50過ぎの人はですね LP ガスのローリー、えー、これは非常におすすめでございます LP ガスのローリーもあの全然体力使えませんあの運転が得意運転する体力さえあればあの割かしいい金額をんとそれなりに稼がせてくれます、えー、そしてまああの LP ガスの場合は移動監視者の免許は1枚余計に必要ですけれどもそこまで難しい免許ではありませんので体力的には楽なので LP ガスの運転手タンクローリーの運転手ですねそういういのも 選んでみてはいかがかなとあの別に危険な仕事ではないですからね、えー、そこら辺は誤解のないようにしていただきたいなと思います、えー、あとまあそういう免許一切ないよとただ大型の免許1枚あるんだよっていう場合は、えー、まあ何だったらダンプの運転手、えー、これはもうあの なんででおすすすめかとというとあの簡単です <laughs> これ言っちゃうとまたダンブルのさんに怒られるんですけれども、えっと、体力は使わないそこまで使わないんですよ、えー、なのであの手摘み手下ろしももちろんありませんし、えーでまあ、運転は結構大変かもしれませんで番手が決まってて何番手で、えー、っと10回線やってくださいとか12回線ありますっていうと結構休憩する暇もなくずっと運転になって、えー、それはもちろん大変かもしれませんけれども、えー、体力的に、まあ、腕力使う体力使うみたい みたいなそういういことはああんまりありまりりせんで慣れればそれなりに力の抜きどころも分かってくるというのがまたポイントです、えー、そしてダンプの場合は無線がついてますのであの困った時は無線でこうあ、まあ、こうっていうかこう,こういう感じであの無線であの仲間内に聞いてあの誘導してもらったりあの仕事の分かんないとこ教えてもらえたりもするのであのやっぱり年食ってくるとそんなに物覚えもよくなかったりこれごめんなさい、えー、失礼な話かもしれませんけどあなったりするとですねあの何回も 同じこと聞くの嫌だみたいいいななそういう人ももるかもしれないです、えー、ただですね、無線の場合は誰かが答えてくれるので、あの、これって、なこれって何でしたっけって、これとどうやるんでしたっけって、無線で聞けば知ってる人が、あの、そのタイミングで答えてくれるので、それもまた楽かなと、えー、思います。ダンプの運転手さんもやっぱり60、70でやってる方、現役でやってる方結構たくさんいますので、えー、そういう仕事を選んでみてはいかがかなと。で、あの、結構気楽で、ざっくばらんなコミュニティである場合が多いので、えー、それもまあ、 あの、大手に行っても上下関係ギッチギチよりは、あの、横並びでですね、おう、なんとかさつのかよろしくないみたいな、そんな感じで、あの、普通に、えー、で、あの、見習い期間も結構短めで終われますので、えー、そういうダンプとか、まあ、あの、仕事、え、現場関係の仕事ですね、選んでみていただけたら、あの、結構すんなり行くんじゃないかなと、えー、このように思います。はい。えー、本日はこんな感じで、え、いかがだったでしょうか。えー、未経験者、そしてあの、歳が行った人の、えー、と、運送会社への転職、 えー、まあとはもうあの飛び込んでみればそこまで敷居の高い業界ではもう全然ないのであの何ですかね考えるよりはあの一旦こう面接に行ってみればああなんだすんなり行ったなみたいなあのそんな感じになるんじゃないかなとはいえー、とこのように思いますはい以上ですおおびっくりした <laughs> レザー放送鉄道でしたありがとうございますごきげんよう